しよ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 し、ですね、三味五郎さんですね、何年か前小学校の同級同窓会に行った時にですね、いきなり会って早々ですね、電車の絵ばっか描いて変な鉛筆の持ち方をしてたやつって言われたんですね。いきなり最初の言葉がそれですよ。ひどいですよね。そしてですね、 LINE のグループ LINE にですね、YouTube やりますって、報告してもですね、反応あったの3人ぐらいでしたね。30人いて皆さん無視ですよ。冷たいですね。まあ枕はそれぐらいにしてですね、これはですね EF81 という電気機関車なんですね。かわいいですね、かっこいいですね。それのですね、これ親子です。この大きいのがですね親ですね。でこの小さいのがこれ3兄弟3人ですね。ですね、この説明しますとですね、ちょっとうまく撮れないですね、これこのこいつがですね、来たかな、あまり映らないね、よく。これが8181と言いまして、この頃がいいからですね、これは天皇陛下のね、乗ってる車両を引くために作られたものなんですね。この精密なこの部品を見てください。この手すりとかがですね、これね浮いてるんですね。すごいですね。そしてこの屋根、この屋根のこのですね、なんかアンテナの鉄橋跡、まあ、もっと詳しく喋れますけど、これを見てる人はそれほど興味ないでしょうから、まあ、そのぐらいにしときますけど、この EF81 型の北斗星食、そして長男の、はい、これも同じですね。でまたちょっと小さい部品をつけてません。眼が厳しくなってきましたね。そしてこちらはこの8181号がですね、最近になってこの昔のこのピンク色にですね塗り直されたんですね。それの、子供ですね。そしてこちらが三男坊は、これはですねまたマニアックなんですけどね、これは鶴ヶ運転所かなっていう、福井県にですね今出稼ぎに行ってたやつですね。福井県で日本海側を走ってましたが、もう廃車されてしまいました。まあそんなところでですね、まあ人の鉛筆の持ち方をですね覚えていた夏江さん、見てますか、もうやめて。